睡眠が深くなる言われてますね。ヘッドスパで得られる15分の睡眠は普段の8時間に相当すると言われているので、はい、初めて利用する場合は、はい、どのコースを選ぶのがおすすめですか？そうですね、やはりベーシックコースがおすすめですかね。しっかりヘッドスパも入ってますし、気持ちいいですよね。このシュワシュワパチパチした泡が血行促進したり、あと毛穴の汚れも取ってくれるので、ここも気持ちいいですよね。ここ気持ちいいですね。なかなか後頭部は自分でも触ることがないですから、なかなか腕が回しにくいですよね。終わった後に目元がすごい、バッチリしてというか、眼精疲労が取れた、すっきりしたような感覚があって、それはとっても良かったなというふうに思いました。こんにちは。お名前を伺いしてよろしいでしょうか？お待ちしておりました。どうぞスリッパにお履き替えくださいませ。お靴そのままで大丈夫です。本日のお部屋こちらになります。もしお荷物ございましたらこちらにお入れください。どうぞおかけください。本日はご来店ありがとうございます。担当させていただきます池田と申します。よろしくお願いします。最初にこちらのカウンセリングシートのご記入をお願いいたします。上からチェック入れていただいて、お読みいただいて、ご署名とお電話番号までお願いいたします。はい、書き終わる頃またお伺いいたします。はい、失礼します。いたします。お預かりいたします。ありがとうございます。で確認させていただきます。あ、 Google で見つけていただいたんですね。 はい、ありがとうございます。で指圧の強弱なんですが、標準お好みということで、部位によって感じ方が少し変わってくるので、後ほどオイスターをした後にチェックさせていただきますね。はい、で本日70分ベーシックコースなので、頭から始まって手、腕、デコルテ、肩、あと目元と首と押していくんですけど、その中で触ってほしくない部分はなしということで、はい、よろしいですか？はい、ありがとうございます。じゃ重点的に施術してほしい部分が頭と目元ですね。コリを感じていらっしゃる、そうですね、ご自覚があるね。あ、そうなんですね。わ、はい、かります。デスクワークなもんですから。あ、そうなんですか。わかりました。ではですね、目元の方は目元の施術の時に眼精疲労に効くツボをいくつか押していきますので、はい、すっきりするかなと思います。はい、ではこちらに記載ある通り、10分間のカウンセリングやお会計含んでますので、70分から10分引いた1時間で施術させていただきます。よろしくお願いいたします。お椅子ゆっくり後ろに倒していきますので、はい、背中つけてリラックスした状態でお待ちください。
お部屋の温度寒かったり暑かったり大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。胸元にタオル失礼いたします。はい、じゃあまず強さのチェックからさせていただきます。まず頭から失礼しますね。今これが標準なんですけど、はい、もう少し弱くとか強くとかございますか？ちょうどいいです。大丈夫ですか？はい、では頭は標準で指圧していきます。あと肩で失礼いたしますね。強さいかがですか？あ、もうちょっと弱くもうちょっと弱く、はい、はい、このぐらいで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。デコルテなんですけど、鎖骨のすぐ下の筋肉で指圧受けたことございますか？あ、あまりないです、ね、ないですか。初めての方、少し痛みを感じられる方もいるので、はい、こちらもチェック失礼しますね、はい、まず標準で押していきます。強さいかがですか？あ、はい、標準でいいです。大丈夫ですか？はい、もし痛かったりしたら途中でお声掛けください。はい、最後首でもちょっとチェックさせていただきたいので、どちらかに首を傾けていただいてよろしいですか？ありがとうございます。失礼いたします。結構凝ってますね。今これ標準なんですけど、はい、強さいかがですか？少し強くて強くて大丈夫ですか？はい、このぐらい押しちゃっても、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？首は少し強めで押していきます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお部屋暗くしていきますね。根元にタオル失礼いたします。暗くなります。ではまず最初にオプションの炭酸スプレー失礼いたします。気持ちいいですね。気持ちいいですよね。このシュワシュワパチパチした泡が血行促進したり、あと毛穴の汚れも取ってくれるので、続けていただくと髪質改善にもなりますし、白髪予防とかにも効果がありますね。気持ち悪いところございませんか？はい、はい、ありがとうございます。今ちょっと湿ってるんですけど、はい、施術終わる頃には乾きますので、ご安心ください。はい、では今から1時間の施術入らせていただきます。はい、よろしくお願いします。まずは頭から失礼します。凝ってますか？そうですね、頭頂部少し凝りを感じますね。デスクワークっておっしゃってたので、はい、眼精疲労がたまったりするとこの辺も凝りやすくなってきますね。美容室で、はい、頭皮が凝ってますねと言われたんですが。あ、本当ですか？はい、あまり自覚はなかった感じですか？ああ、そうなんですね。そういうのもだいぶほぐれるんですかね？そうですね、後ほど目元の施術の時におでこの
筋肉もほぐしていくんですけど、全体的にほぐしていくので結果的に頭皮が柔らかくなってると思うので、はい、施術後楽しみにしていてください、はい、結構頭皮動くんですね。そうですね、普段ご自分でこの辺触らないと思うんですけど、はい、驚かれる方結構いらっしゃいますね、はい。次はこちらの側頭筋ですね、はい、ほぐしていきます、うん、これもとっても気持ちいいですね。気持ちいいですよね、早い人だとこの辺で寝てしまう方がいらっしゃいますね。そうですよね、はい、これは頭を人に触られると気持ちいいんで寝ちゃいますよね。寝ちゃいますね。どのくらいの方が寝られるんですか？だいたい9割方寝てしまう方が多いですかね。睡眠の浅い方でもこれでは寝れたっておっしゃってくださるので、はい、寝てしまう方が多いですね。これは寝ちゃいますね。そうですね。ヘッドスパは睡眠効果もあるんでしたっけ？はい、そうですね、あのリラックスしていただくことによって副交感神経が優位になるので睡眠が深くなると言われてますね。ヘッドスパで得られる15分の睡眠は普段の8時間に相当すると言われてるので、はい、施術後はかなりお体もすっきりされる方が多いですね。確かにこれがすぐに深い眠りに落ちそうです、ね、この今上に引き上げる動作をしてるんですけど、はい、なかなかご自分ではできない動きだと思うので、うん、はい、気持ちいいですよね、はい、いいですね。男性のお客さんも多いんですか？そうですね、大体半々ぐらいですかね。もう寝ちゃいますね。気持ちいいですよね。じゃあお次手失礼いたしますね、はい、左手から失礼します、はい、これ今ツボをしてるんですけど、効きますね、はい、万能のツボと言われていて、はい、あの自律神経を整えたりあと肩こり腰痛にも効いたりするので、はい、ご自分でも押しやすいツボなので、はい、疲れた時とかちょっと押してみてください。
構腕も張ってますね。張ってますか。はい、腕が張ってるということは肩こりとか、あと首こりから来る方も結構いらっしゃいますね。あとデスクワークっておっしゃってたので、やはり腕が同じ体勢でずっと突っ張ってたりすると、うん、この辺疲れが溜まったりしますね。これ痛くないですか。痛いです。痛いです。これ何のツボ。おツボなんですけど、これがお腹の調子を整えたり、あと肩こりとかの解消にも効きますね。効きますね。効いてる感じありますか。一番人気のコースはどのコースですか。そうですね、やはり70分のベーシックコースが一番多くいただいてますかね。もう肩こりとかがお辛い方は張ってたりするので。張ってますよね。はい、ここもあまり押されたことがないんですけど、ここも気持ちいいですね。気持ちいいですよね。痛くないですか。痛気持ちいいです。ここも結構凝ってますね。ゴリゴリってしてるのが多分、はい、感じられると思うんですけど。ここは胸の筋肉ですか。そうですね。結構あれですね。日頃触りもしないところなんですけど、効きますね。老廃物が溜まってたりすると少し
痛みを感じやすいかもしれないですね、うんうん、初めて利用する場合は、はいはい、どのコースを選ぶのがおすすめですか？そうですね、やはりベーシックコースがおすすめですかね。しっかりヘッドスパも入ってますし、満足度が高いのは70分ですかね。そうですよね、せっかく来るんだったらまあしっかりやりたいですもんね。そうですね、おすすめですね。左側も結構凝ってますね、はい、痛気持ちいいです。痛気持ちいいですか、はい、こちらでデコルテ以上になりますね、はい、肩を指圧させていただきます、はい、調査大丈夫ですか、はい、近いところが結構凝ってますね。両反対側失礼しますね。左の方が凝ってますね。ああ、そうですか、はい、あまり自覚はなかったですけど。本当ですか。左のこの辺ですね。あ、確かに。気持ちいいですね。気持ちいいですか。よかったです。なんかガツガツ押されるよりゆっくり指圧してもらうんで、ゆっくりほぐれる感じがします、うん、そうですね。結構激しくやられると次の日揉み返しがきついんですけど、こういうのはあんまりないですか？そうですね、ゴリゴリ揉みほぐす感じではなくて、じっくり指圧をかけていく施術方法なので、揉み返しは起こりにくいとされてますね、はい、いいですね。ありがとうございます、はい、では肩は以上になりますね。
次は目元を指圧させていただきます。眼精疲労に効くツボをいくつか押していきますね。はい、大体このお顔の施術で眠ってしまう方が多いですね。はい、あ、そうですね、はい、なんだろう、気持ちいいですよね。とっても気持ちよくて、あの寝ちゃう方の気持ちものすごいわかります。ツボがたくさんあるんですね、顔の。そうですね、押してもらうところ全部が気持ちいいですね。気持ちいいですか、ありがとうございます。施術後にあの目の開き方が違う、すっきりしたとおっしゃってくださる方も多いので、元のツボはしっかり押させていただきますね。ここも眼精疲労に効くツボですね。でこの筋肉を今引き上げてますね。なかなかこれもご自分ではできないで、ね、できないと思うので、はい、すごくリフトアップされてるかと思いますそうですね、めちゃくちゃ引っ張られてます、はい、でこの筋肉をほぐしながら上に持ち上げていきます。気持ちいいですね。気持ちいいですよね。もう目元、眼精疲労が溜まっていると凝りやすいので、うん、ほぐしてあげると目元の疲れにも効きますね。では今度は生え際の筋肉をほぐしていきますね。
このくるくるもめちゃめちゃ気持ちいいですね。気持ちいいですよね。自分でやるのと人にやってもらうのじゃ全然、そうですね、天と地との差。ありがとうございます。ここでもう一度頭皮の方の施術入らせていただきますね。最初の時よりだいぶ柔らかくなりましたね。なんか確かに動いてる感じがすごいあります、はい、だいぶほぐれてきましたね。だいぶ柔らかくなったんですけど、はい、効果ってどのぐらい持つものなんですか？だいたいこの施術で1週間から10日ぐらい持続性があると言われているので、この柔らかい状態を保っていただくためにはだいたい2週間に1度ぐらい通っていただくといいかなと思いますね。2週間に1遍ぐらいなんですね。そうですね。そう、頭皮の生まれ変わりがだいたい28日周期って言われてるので、例えば薄毛ですとか白髪でお悩みの方は1ヶ月に1度来ていただくのも効果的ですね。
次耳の後ろの筋肉をほぐしていきますね。ここが凝ってる方は首こりがひどかったり、あとは歯の食いしばりでもここら辺凝ってしまうことがあるので、はい、確かに食いしばりますね。あ、そうですか。少し凝ってる感じがしますね、はい、ここも気持ちいいですよね。ここ気持ちいいですね。なかなか後頭部は自分でも触ることがないですから、なかなか腕が回しにくいですね、これ寝ちゃいますねそうですね、この引き上げる動作が気持ちいいですね、うん、そうですね。そこを引き上げるってまずしないですからね。そうですよね。こう引き上げると、あの顎周りの顔のたるみもリフトアップされるので、うん、なるほど、女性にもおすすめですね。お疲れ様でした。施術以上になります。ゆっくり上がっていきます。はい、力加減大丈夫でしたか？あ、はい、気持ちよかったです。はい、ありがとうございます。眩しくなりますので、はい、ゆっくり目を開けてください。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後仕上げに肩を揉ませていただきますね、はい、失礼いたします。ちょっとお疲れだったみたいですね。はい、あ、でも目がすごいですね。すっきりしました。すごくすっきり感がありますね。よかったです。はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。失礼します、はい、いかがでしたか？いや、気持ちよかったです。気持ちよかったですか、ね、ありがとうございます。はい、すっきりしました。ありがとうございます。ちゃんと寝ましたし本当ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
お水かお白湯を施術後にお出ししてるんですけれども、はい、どちらがよろしいですか。あ、じゃあ白湯で。お白湯で、はい、かしこまりました。後ろに鏡ですとか、はい、ブラシご用意しておりますので、はい、よかったらお使いください。 ありがとうございます。失礼いたします。お茶をお持ちいたしました。どうぞ。デコルテとか首元を施術させていただいてて、リンパの流れがすごく良くなっているので、今日一日お水たくさん召し上がってください。はい、確かにちょっと喉が乾いたような感じがありますか。施術いかがでしたか。気持ちよかったし、やっぱり特に頭は、はい、とっても気持ちよかったですね。 ありがとうございます。ご自分ではちょっと手の届かないところまで、はい、施術させていただけているので、確かに、はい、自分でこう触ってみても、はい、最初よりもよく動くっていうのが、ね、本当ですか。ありがとうございます。良かったです。はい、大変リラックスできました。良かったです。ありがとうございます。やっぱり日頃触られない頭頭皮の部分を、揉みほぐしてもらって、それがやっぱりとっても気持ちが良かったのと、あとはやっぱり寝ましたね。3回ぐらい寝落ちしてしまいました、実は。あとはすごい特徴的だったのは、終わった後に目元がすごい、バッチリしてというか、眼精疲労が取れた、すっきりしたような感覚があって、それはとっても良かったなというふうに思いました。また来たいです。本日はありがとうございました。よかったら飴を一つお持ち帰りください。、はい、じゃあいろいろあるのでいちごいただきます。はい、ありがとうございます。今日は寝つきが良くなると思うので、はい、お風呂でゆっくり温まっていただいて、はい、ゆっくりお休みください。はい、本日はありがとうございました。お帰り気をつけて、またお待ちしております。ありがとうございました。失礼します。